彼の名はノイジー。ノイジーは音を出すロボットで、大抵の人はこの小さなロボットに対してイライラしてしまうかもしれませんね。でも実際のところノイジーは世界にあふれる様々な音を再現することができるんです。なぜそんなことができるのかって、宇宙すべての音色が彼の記憶にとどまっているからなんです。そこで今回はノイジーができる興味深いことについて見ていきましょう。やり方はとても簡単。ナレーターである私の任務は想像力を豊かにして彼にタスクを与えるだけ。それではまずこちらから。ノイジー、世界で一番静かな音を聞かせてもらえる？特に何も聞こえませんね。ノイジー、まだ？あ、なんで聞こえないのか分かりました。一番静かな音の大きさ、いや静かさは測ることができないみたいです。ノイジーが現在出している音は私たちの周りを移動している空気分子の音。常に振動を与えながら動いていて、技術的に音を出しているのと一緒なんです。映画に登場する超人的な能力を持った人間たちが個々のパワーに適応するのに苦労する理由がまさにこれ。空気そのものの音が聞こえるので、他の音があまりにも大きすぎるのかもしれませんね。いや、これが現実的な悩みじゃなくてよかったよかった。それではノイジーに次のタスクを与えてみましょう。ノイジー、世界で最も静かな部屋の音の再現をお願い。この部屋の音は約マイナス20デシベル、つまり耳の聴覚域値を20デシベル下回っているということです。ただ静かなだけでなく、基本的に出会った他の音を全て飲み込みます。ちなみに世界で最も静かな部屋の名前はマイクロソフトの無響室、ワシントン州のレドモンドにあります。世界で最も静かな部屋としてギネス世界記録を持っているんですよ。自分の声でさえあまり聞こえませんね。というのもノイジーは録音された音を再生しているだけではないんです。この量の情報をメモリ化するのは不可能。代わりに音の強さ、高さ、そして広がっている部屋の密度などによって記録しています。ノイジーはこれらの特性を使って空気全体を動かし、音がそれを操作しているかのようにできる特別なロボットなんです。ノイジーに頼めば深海や真空空間の音まで聞くことができます。例えばノイジー、人間が聞くことができる一番小さな音って何？それは皆さんもおなじみの呼吸や心臓の鼓動。わずか10デシベルなので、日常生活でこの音に気づくことはありません。とはいえ今は世界で最も静かな部屋にいるので、はっきりと聞こえますよね。ここで面白事実、私たちは心臓や肺の音を聞くことに慣れていません。脳はこの音を苦痛とみなすんです。心臓の音が大きかったり息が重すぎる場合は通常危険であることを意味しますからね。ですので脳は必死になってその原因を追求し始めるんです。だからこそ今までこの無教室に55分以上滞在できたという人はいないのです。部屋に長い間いると途中から不快に感じるそうですよ。次はもっと具体的な音を見てみましょう。60デシベルを聞くためにはノイジーの助けを借りる必要はありません。これは我々がお互いに話す声の大きさだから。50デシベルという差は劇的な変化をもたらすように見えるかもしれませんが、この音量は私たちの耳にとって快適だと言われています。そこから音量をさらに50デシベル上げた時は、皆さんきっとその場から走って逃げたくなることでしょう。ノイジー、そうだよね。彼は何でも知っています。そしてここで奇妙なことが。ノイジー、交通の騒音を聞かせてくれるかい？その音は通常の会話よりもたった10デシベルしか上がっていません。それなのになぜ10倍もうるさく聞こえるのでしょうか？それは私たちの耳は音知覚のための正確な道具ではないからです。実際には脳と常に連携して働いており、聴覚に便利な音に適応する方法を作り出しているんです。音の大きさに重要なのは高さと強度。人間は高音を他の音よりも大きく聞こえるようにプログラムされています。目覚まし時計の音がうるさく感じるのもこれが理由なんです。これは泣いている赤ちゃんの甲高い音などに反応しやすくするための自然な適応でもあります。高い音の原因を見つけ、それが苦痛な音ではないと確認するための脳の自然な反応なんです。だからこそコントロールができないんですね。また実際には強度も認識していないんです。音の強度を上げても
特定のポイントに達するまでは耳に影響を与えないんです。ノイジー、もう一回交通の騒音を聞かせてくれる？今度は銃の重なった通りが混ざったような感じで。 OK、 ありがとうノイジー。今の音、音量が2倍になっただけなんです。これは音の大きさの経験則。音源が10倍になっても耳で聞こえる音はたったの2倍。音量の小さな変化には気がつきません。だからこそ音をデシベルという単位で測定するんです。ちなみにこれは10ベルと一緒。60デシベルから61デシベルに変わっても我々は特にその変化を感じることはできません。ノイジー、次はピアノの音をお願い。完璧。じゃあ次はトラックの音を再現して。ありがとう。誰もが聞いたことのあるこの2つの音は通常80デシベルです。音量が同じですが、片方の音は心地よく、もう片方の音はただうるさいだけですよね。これも私たちの聴覚が持っている癖の一つなんです。我々の脳に音を聞き取るマイクが数本立っているだけではないということがわかります。聴覚方向に応じて音の大きさが調整できる複雑なシステムがあるんです。それでは次に100デシベルについて見てみましょう。ここまで来るとその音がトランボーンであったり象であったりヘリコプターであったとしてもその強度は重要ではありません。我々の聴覚の限界に近づいているため全て同じくらいうるさく聞こえるからです。ノイジー、そのような音はせめて半分だけでも防音されている部屋から聞かせてもらえると助かるよ。我々の耳の安全なレベルでの限界は約120デシベル。それを超える音と小さい距離で聞くと痛みを伴います。例えばシンバルがぶつかる音、警察のサイレン、そして離陸するジェット機の音などなど、危険な領域にある音というのはまだまだたくさんあります。例えば動物業界でいうとマッコウクジラほどの大きな音を出す動物はいません。この雄大な生き物には驚くべきレベルの230デシベルまで出すことができます。人間はこれほどの音に耐えることはできません。知覚の範囲をはるかに超えています。ちなみにこの音はなんと海底で16キロも移動できるそうですよ。もう一つ、人間が気絶するような音を出す海洋生物がいます。それはニシキテッポウエビ。体がとても小さいのに鉄砲と名付けられるのには意味があるんです。なんと爪を叩いて非常に強力な水流を放つことができるんです。その強い力で泡を作り出し、それが200デシベルで割れ半径2メートルにいる魚を全て気絶させることができるんですって。言うまでもありませんが、気絶した魚たちは彼らのお昼ご飯になります。歴史上最も大きな音として記録されているのが1883年に発生したクラカタウの噴火。この噴火で発生した音波は地球を4周し、火山自体から約4800キロ離れている場所からでも聞こえたほど大きかったそうです。ノイジーでさえ恐怖に感じるような音です。もちろん宇宙を見るとこれよりもさらに大きな力を持つ音があります。1億回の超新星爆発と同じくらい強力な音が検出されているんです。さすがにこの音を再現してもらうのはやめましょう。惑星が爆発することは誰も望んでいませんからね。宇宙にある物体の音がどれくらい大きいのかは正直わからないところがあります。コスモスの真空では音波が伝達できないくらいの薄いガスしか存在しない可能性があるんです。ペルセウス座銀座団のブラックホールはもちろん例外ですが、このモンスターは空間にガスがない場合でも周囲を数千光年カバーするくらいの音を作ることができます。勇敢なノイジーでさえ間違いなく驚くでしょう。新しいことが学べたという人はビデオを高評価してお友達へのシェアをお願いします。他にもまだまだ興味深いビデオが揃っているのでクリックしてみてくださいね。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。